ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は野村胡堂作「銭形平次捕物控え」より「復讐記の姿」。昭和6年1931年オール読み物に掲載されました。それでは本文をどうぞ。本編は我らの愛する銭形平次がまだ独身で活躍している頃の話です。第一章助けてくれ。若党の勇吉は玄関の式台へ駆け込んで目を回してしまいました。八丁堀の与力、笹の新三郎の役宅、主人の新三郎はその日、鈴ヶ森の貼り付けに立ち会って、後始末が遅れたものかまだ帰らず、妻のお国は2、3人の召使いを共に連れて、両国の川開きを見物方々、浜ちょぼの里方に招かれて、これもまだ帰らなかったのです。留守宅は用人の小田島伝蔵老人と、近頃両国の水茶屋を引いて、行儀見習いのために来ている銭形平次の言い名付けおしず、それに主人新三郎の遠縁にあたる美しい中土島のお吉、ほかに下女やら庭履きやら、ほんの5、6人がなりを沈めて主人夫婦の帰りを待っておりました。そこへこの騒ぎです。取れと飛び出してみると、玄関にへたばった勇吉の背中には主人新三郎の一粒種5つの新太郎がこれも目を回したままおんぶしておりました。身分柄贅沢な薄物を着せた男人形のように可愛らしい新太郎を抱き取って「医者よ薬よ」という騒ぎ。幸い間もなくしょぼ気づきましたが、よほどひどく怯えたものと見えて、すすり泣いたり震えたりするばかりで容易に口もきけません。若友の勇吉は目を回したまましばらく玄関の板敷きに放っておかれましたが、ご方便なものでこれは一人で正気に帰りました。さすがに面目ないと思ったものか、こそこそ逃げ出そうとすると「これこれ勇吉」小田島老人が後ろから呼び止めます。へえ、一体これは何というざまだ。大事な若様を預かりながら腰を抜かしたり目を回したりするやつがあるか。え、第一なんでお前だけ先に帰ってきたのだ。奥様はどうなすった。はっきり言え。昔かたぎで容赦がありません。へえ。勇吉というのは25、6の良い若い者、見たところは十分賢そうでも強そうでもあるのですが、何の因果か生まれつきの臆病者で、腰抜けのくせに勇吉とはこれいかになどとのべつに方々衆からからかわれている厄介者だったのです。頭をかいて済むどころではない。何が一体お前を取って食おうとしたんだ。言わないか。へえ、どうもあいすみません。両国の人混みの中で奥様やお女中方を見失ってしまいましたが、どうせお帰り自宅のようでしたから浜町へ一言お断りして若様をおんぶしてやってくると。うん、どうも人間がみんな両国に集まってしまったせいか、今晩の江戸の寂しさというものはありませんでしたよ。バカ野郎、どこへ行ったって人っ子一人いやしません。背中の若様といろいろお話ししながらやってくると、人形町の往来でいきなり前に立ちはだかったものがあるじゃありませんか。なんだろうと思ってひょいっと見ると、ブルーしっかりしろ。なんて間抜けな声を出すんだ。いい若い者のくせに。それがその一件なんで。なんだ一件というのは。貼り付け柱ぼしょった血だらけな男で。え？今日鈴ヶ森でお仕置きになったお衆殺しのなんとかいう野郎ですよ。そんなバカなことがあるものか。バカだかバカでねえか若様に聞いてみりゃわかります。はっと思って駆け抜けるとそいつがまた執念深く追っかけてくるじゃありませんか。人形町から八丁堀まで駆け飛ばしお屋敷の玄関へ着くと気が緩んでぶっ倒れてしまいましたが、まだ門のあたりに張り付け柱を背負った血だらけなやつがいやしませんか。そっと覗いてみてください。歯の根も合わないような恐怖のうちにこれだけ話の筋を通すのは勇吉にしては全く手一杯の努力でした。そんなものがいてたまるかバカ野郎。しっかりしろ。みんなお前の臆病がさせたことだ。小田島老人はまるで相手にしません。そう言ったって途中でぶっ倒れずにここまでたどり着いたんだから少しは褒めてやってくださいよ。背中に大事なお衆がいらっしゃると思って一生懸命気を張り詰めたんだ。ねえ、そうじゃありませんか。目の回しを自慢するんじゃあるまいね。呆れた野郎だ。この上若様のご容体が悪かったら勘弁しねえぞ。へ。この騒ぎの中へ主人笹野新三郎と妻のお国は相前後して帰ってきました。第2章。与力笹野新三郎一家に対する不思議なたたりはこれをきっかけに執念深く繰り返されました。せがれの慎太郎があの晩から虫を起こして夜もおちおち眠られない有様、若い母親お国の心労は一通りではありません。その晩もようやく慎太郎を寝かしつけてさて雨戸を閉めようとすると夜更けまで開けておいた窓のしょぼじへ遅い月に照らされてはっきり映っているものがあります。はっと思って見なぼすと紛れもない人間の生首。はっ！お国は思わず声を立てました。しかしさすがは武家の女房で生まれ落ちるからたしなみを教わっておりますからその上騒ぎ出すようなことはしません。そっと床を抜け出して隣の部屋に寝ている夫新三郎を揺り起こしながら「旦那様旦那様ちょっとお目にかけたいものがございます」とささやきます。なんだ泥棒でも入ったというのか。一頭を引っ提げて寝巻きのままでやってきた新三郎、お国の指さす方を見てこれも思わずぎょっとしました。遅い月がいっぱいに差した窓越しに生首が一つ元取りを格子に絡んだままぶら下げてあったのです。新三郎は一度はうなってためらいましたが次の瞬間にはしょぼじに手をかけるとさっと引き上げました。水のごとく流れいる月影、その青白い光を半面に受けて窓格子にくくしつけられているのは血だらけの中年男の生首。ふわっと目を見開いて白い歯に下唇を噛んだ恨みのものすごい形相は二目と見られません。はっ。お国は気が遠くなったようにそこへ崩れると何に驚いたか寝ついたばかりの慎太郎は火のつくように泣き出しました。笹野新三郎の記憶にはこの首の相合が焼きつくようにまざまざと残っております。忘れもしないそれは今日鈴ヶ森の仕置き場で打ち落とした首の一つ、死に際まで性の執着にもがき抜いて、一番醜い、一番ものすごい最後を遂げた偽金使いの男の首だったのです。それから引き続いて起こった不祥事は、不思議なことに何かお仕置きのある日に限られておりました。ちょうど吟味与力笹野新三郎を忌避して、無実の罪を訴えでもする予母に、生首と死体とが実に頑固な威嚇を繰り返しました。いろいろ人手を増やして、締まりや夜回りを厳重にしましたが、結局は何の印もありません。家の中へ入られないと見ると、お仕置き場から盗んできた不浄のものを塀の外から庭へ投げ込んで、スタコラ逃げ出してしまうのです。旦那様、なんとか遊ばしてくださいまし。このまま放っておきになると、相手は増長して何をやり出すかわかりません。奥には、時折そんなことを言って、夫新三郎の決意を促しますが、新三郎にはどんな考えがあるか、それを取り上げようともせず、言葉少なにうなずく日が多くなるばかりでした。第3章。思案に余ったお国は、夫新三郎の留守の時、そっと石原の利助を呼んで相談してみる気になりました。お国は26の女房盛り、美しさも賢さも不足はなかったのですが、せがれ慎太郎の容体がはかばかしくないのに、後から後からと不気味なことばかり続いては、つい我慢がしきれなくなってしまったのです。利助、こういうわけだ。役目柄こんなことが世間に知れてはまずいが、なんとかなるものなら一骨折ってはくれまいか。と言うと、よくわかりました、奥様。なんの、たかが苔おどかしの化け物ごっこぐらい、くちゃばったいことを申すようで恐れ入りますが、この利助の黒い目で睨めば、ひと縮みでございましょう。利助は大飲み込みで、少し光沢の良くなった中額をつるりと撫で上げます。銭形の平次と同じように、笹野新三郎には恩子を受けている御用聞きですが、近頃は若い平次の評判がバカにいいので、少しはむしゃくしゃしているところへ、お国がこんな相談を持ちかけたので、渡りに船の心持ちで乗り出してしまったのでした。これはやはりうちに手引きするものがありましょう。外からだけではそんな器用なからくりはできるもんじゃございません。ただいまお屋敷にいる人別を片っ端からおっしゃってくださいし。主人と私と坊やのほかには、身内の者というと、主人の遠縁でお吉さんというのがいるよ。年は私と同じ26で、それは美しい人だが、お前は会ったことがなかったかね。いえ、存じております。元何でも旦那様のところへお嫁にいらっしゃるようなお話のあったのが、ご両親がお亡くなりになって、そのまま縁談は流れ、それっきりお宅の係り人になった方でございましょう。よくお前そんなことまで。へへ小兵小兵で、そんなことに抜け目はございません。気味が悪いね。疑えば、まずその方が疑えるわけでございますね。旦那様にも奥様にも、そう言っちゃなんですが、恨みがましい心持ちを持つとすれば、このお屋敷の中ではその方が一番強いわけで。そうね。そういえば言えないこともないけれど、お口さんはそれはいいことなんだよ。大それたことをする人間は、思いのほか人触りのいいものでございます。それから他には、あとは奉公人ばかし、まず4人の小田島さんに、あの方は化け物とは縁がございません。若党の勇吉、あの臆病者の、それに兵士の稲助のシス、奥には片っ端から雇い人を数え上げましたが、石原の利助の興味を引いたのはお吉一人だけ。そのお吉さんを呼んでいただけませんでしょうか。そんなことをしたらいっぺんに主人へ知れてしまいます。構えやしません。今のうちに睨みを利かしておかねえと、登場してどんなことをするか分かりやしません。それに旦那様は下総の御領地の方へお出かけだそうじゃございませんか。事業所のお世話番の方がご病気で、その代理にいらしたから4、5日はお帰りがないだろうよ。ちょうどいい安兵衛じゃございませんか。鬼の留守と言っちゃあなんですが、その間に埃の出るものならひったたいてみせましょう。ことごとに若い平次にしてやられて、少し功を急ぐ心持ちのある利助と、賢いようでも夫新三郎と縁談の噂まであったお吉に対して、日頃妙に嫉妬を感じているお国とが、とうとう大変なところで意見が統合してしまったのです。第4章、こう屋敷中で見張っているところへ、新太郎の膳のおさいの中へ、石見銀山のネズミ捕りを入れたものがありました。幸い子供心にも匂いを嫌って食べなかったから助かったものの、そうでもなければひとたまりもなくやられてしまったところでしょう。奥にはついカッとしてしまって石原の利助を呼び寄せ、二人相談の上、主人新三郎は留守ですが、とりあえずお吉を一間に閉じ込め、利助は丁寧な口調ながら水も漏らさぬ調子で一攻め攻めてみました。ねえお吉さん、こんなことは言いたくねえが、細工が器用すぎておめえさんのような方でなきゃできねえ芸当だ。旦那様や奥様を恨むのももっともだが、何にも知らねえ若様を脅かしたり、石見銀山で命まで取ろうとするのはひどかろう。あれ、お前は何を言うのだい。本当に呆れて物が言えない。しらばっくれちゃいけねえ。ここで口を開かなきゃ、おしらすの砂利をつかませるばかりだ。穏便に願って身を引く方が、おめえさんのためじゃねえかな。まあ、なんということだろう。この間からのぶきりな悪さが私の仕業だとでも言うのかい。今では係人で奉公人も同様ですが、もともと育ちのいいお吉は、老快なおかっぴきに絡んでこられると、口もろくに聞けません。おろおろしながらこんなことを言うのがせいぜい。利助の張り渡した罠にかかって、やがてはどんなことになるかわからないありさまです。おめえさんは旦那様と奥様の仲のいいのをいい心持ちで眺めているわけじゃあるね。そりゃ私だって人間だもの。でも今では何もかも諦めているんだから、おしゅうだと思ってお勤めしているよ。うまく言うぜ。そんな甘え口に泥まんか。とにかくおめえさんを放し飼いにしておいちゃ物騒でかなわねえ。窮屈でも旦那様のお帰りまでここで我慢をしてもらおうか。もっともその間俺が研ぎをしてやるから、寂しがらせるようなことはね。とうとうお吉を何度に放り込んで、利助がうの目鷹の目で見張ることになってしまいました。驚いたのはお吉と一番仲を良くしていたおしずです。普段から心がけのいい少し気の弱いお吉が、どんなに嫉妬に目がくらんだにしても、そんな大それたことをしでかそうとは思われません。一言お吉のためにと思わないではありませんが、奉公人の悲しさで奥様へつけつけといけんがましいことが言える身分でもなく、それにお吉を封じ込んだ難度の前には、少しばかり職業的なものすごさを持った老快無比の岡っ引きが、ネズミ一匹もただでは遠さじと見張っているのです。思案に暮れているところへふらりとやってきたのは、おしずとは許嫁の中の銭形平次です。新三郎はまだ下宇佐から帰ってこないので用事は足りませんが、奥へちょっと挨拶をして何の気もなくお勝手へ下がろうとすると、日頃仲の良くない石原の利助が締め切った難度の前に座布団を敷いて、少しやに下がりに安タバコの輪を吹いております。お、石原の兄、どうしたい？銭形のか、久しぶりだったな。かけ違って久しく会わねえが、そこで何をしているんだ？なんでもねえよ。少し妙な調子。頭の良い平次は、子細ありと見てとって、その上追及をせずに、天気の挨拶かなんかをして、引き下がってしまいました。お勝手口から八丁堀の往来へ出ると、ちょいと親分、待ってくださいな。少し息を切って追ってきたのは、先刻お勝手でちらりと顔だけ見せたおしずです。なんだ、おしぼか。親分ってやつがあるかい？だって、私には何と呼んでいいかわからない。まあ、いいやな。まさか、こちの人とも言えねえから、何とでも言っておくがいいやな。あら。ところで、要件は何だ？美しいところを見せようて寸法ばかりじゃあるめえね。大方何度の前に頑張っている石原の一件だろう。ええ、そうよ。変なことが始まったんです。お吉さんがかわいそうでかわいそうで。何をいきなり涙ぐみ上がるんだ。順序を立てて話してみるがいい。捕り物の名人、銭形の平次と、一時両国で鳴らした美しいおしずとは、人目と日差しを避けて、町の片影へ入りました。第5章。それから銭形の平次は、おしずと示し合わせて、死に物狂いの活動を始めました。まかり間違えば、一方ならず恩子を被った笹の一家に、拭うことのできない傷のつく事件ですから、主人新三郎の帰りを、べんべんとして待っているわけにはいきません。石原の利助は、すっかりお吉を張本人と決めてしまって、屋敷の外からこうした相棒の名を言わせようと、手を変え品を変え攻め立てますが、お吉は執拗に口をつぐんで、悲しくも目を伏せるばかり。まさか拷問にかけるわけにもゆかず、2、3日の後には石原の利助も少しもてあまし気味になりました。一方その間に平次は、第一番に奉公人の身元を洗ってみました。小田島伝蔵老人の30何年をはじめ、大抵は5年10年と勤めたものばかり。一番短いので1年以上ですから、主人を恨むものがあろうとも思われません。お仕置きのあるたびに、何か嫌がらせな悪さをしたことを思いついて、この3年の間に、笹野新三郎の手がけた事件で、無理な罪に落とされたものはないかと、いろいろ調べてみましたが、笹野新三郎は、近頃の名誉力で、辛辣な火薬などからは、手ぬるいと評判を取っている人物。人に恨まれる筋などがあろうとも思われません。平治の調べは父たるうちに、またもう一つ大変なことが起こってしまいました。それは近頃はすっかり丈夫になって、お千津と一緒に庭や門の外まで遊びに出ていた慎太郎が、水天宮様の縁日へ行ってみたいと言い出したのです。奥にも思案に余って利助に相談すると、慎太郎へたたったお吉はこの通りとっちめているから大概大丈夫だろうという話。子供には甘すぎる奥にはそれでもと止めるほどの母親ではありません。念のためおしずのほかに勇吉をつけてやりましたが、それから二時余り、日が暮れそうになって勇吉がたった一人。若様とお千津さんはまだ帰りませんか。ふらりと気楽な顔をして戻ってきました。坊やとお千津がどうしたというのだい。奥にも驚いて飛んで出ました。お千津さんが知ってる人に会って境内の水茶屋に入りましたが、いつまでたっても出てきません。どうかしたら裏から帰ったのじゃないかしらと思って戻ってまいりましたよ。という気のない返事です。それと手分けをして八方を探しましたが、どこへ行ったか、慎太郎とおしずの行方はさらにわかりません。水茶屋で聞くと、混んでいる最中なので気がつかなかったと言い、おしずの里やら平地の留守宅やら、心当たりへ全部人を出しましたが、どこへも行った様子はなく、二人の姿は水天宮様の境内から煙のように消えてしまったのではないかと思うような見事な失踪ぶりです。奥には気も転倒して、坊やを探し出した者には望み次第の褒美をやる。と言いますが、これだけに手際よく門分かされては手のつけようがありません。その騒ぎの中へ一人の女中が変なものを持ってきました。ただいまお買ってこんなものを放り込んでいったものがございます、と差し出したのは急ごしらえらしい結び組。どれどれ。利助が受け取って中を開くと、拙い金文字でたった三行ばかり。慎太郎を殺したくなかったらお吉を許せ。その女に罪はないぞ。と書いてあります。畜生。人を舐めたことをしやがる。外にいる仲間がお吉を助けようとしての細工だ。利助は時短だ踏んで悔しがります。坊やに万一のことがあってはならない。悔しいけれど、その女を何度から出して、どこなど好きなところへやっておくれ。奥には、さすがに母親らしい弱いことを言いますが。とんでもねえ奥さん。これは手ですよ。女を助けたところで、若さもケースとは言いやしません。それより、この女をお知らせに突き出して、言わせるようにして物を言わせましょう。この女さえ口を開けば何もかも分かってしまいます。利助は意地になって聞き入れません。どうなとお前のいいようにしておくれ。私には何が何だか分からない。奥には精も根も尽き果てて、たださめざめと泣くばかりです。よーし、この上は容赦しねえ。女、来い。難道を開けて三日越しの監禁にすっかり弱り果てているお吉を引き出しました。これ何をするのさ。黙って来てみりゃわかる。それが嫌なら相棒と名前とその巣を言え。いきなりねじたぼして悲鳴を上げるお吉の腕を後ろにキリキリと縛り上げてしまいました。邪魔が減ると面倒だ。歩け。邪剣に縄尻を引くと、悲鳴を上げてお吉は縁側に倒れかかります。第6章。平次が飛び込んできたのはちょうどその後。若様がお見えなさらない？何？水天宮でかどわかされた？お勝手から奥へ舞一文字に、奥様、大変なことになりました。さぞご心配でいらっしゃいましょう。今度の事件では面白くないことばかりの平次ですが、こうなっては遠慮してもおられません。敷居の外から声をかけてお国の機嫌をうかがいます。お、平次、よく来てくれた。どうぞ坊やを助けてやっておくれ。お願いだよ。日頃のたしなみも忘れてしどろもどろに取り乱しております。石原の兄貴はどうしました？お吉さんに生を打ってどうしても仲間のことを白状させるって奉行所行ったよ。え、そんな無法なことを。そうでもしなければ白状する女ではない。とんでもねえ。お吉さんは何にもしちゃいません。それより吟味与力のお家から縄付きを出して、その収まりがどうなると思います？軽くてお役御免、重くて食禄召し放し、旦那様が家事太り締まりの罪は免れません。これでなくてせお若くて切れ者の旦那様、役所向きは味方ばかりと思うと大当てちげえ。これはとんでもねえことになりましたな。平次の恐れるのはそれでした。吟味与力で相当に敵も作っている笹野新三郎が家族から縄付きを出して安女としていられる道理はありません。お国は女で気がつかないのも無理はありませんが、そんなことは百も承知の助の石原紀助が良いとは言っても人の目につかないとは限らない縄付きを与力の家の門から引っ張り出してわざわざ奉行所まで連れて行くとは何としたことでしょう。若様は急に命に関わることもありますね。それより大事なのはお家の傷にもなる縄付きの始末です。利助はいつ頃ここを出かけました？つい今しがた。お国はさすがに恥じって顔も上げません。それじゃあ及ばぬまでも追っかけてみましょう。ごめん。平次は挨拶もそこそこ舞一文字にお勝手へ抜けて数寄屋橋の南町奉行所まで伊達天走りに駆けつけました。第7章。30間堀へ来ると酔いやみながら向こうへ急ぎ足に男女の人影。石原のちょいっと待ってもらおうか。平次は非常のごとく駆け抜けて二人の前へ立ちふさがりました。第7章。30間堀へ来ると酔いやみながら向こうへ急ぎ足に男女の人影。石原のちょいっと待ってもらおうか。平次は非常のごとく駆け抜けて二人の前へ立ちふさがりました。なんだ平次か、何の用で。石原のりすけはもってのほかの機嫌で平次を見据えます。おきっさんは何にも知っちゃいねえ。気の毒だが縄を解いて渡してもらえねえか。何を言いやがる。こっちには証拠があってすることだ。じって取り縄を預かる利助に人を縛っちゃならねえという法でもあるのか。そうじゃねえよ兄貴。吟味与力の笹野の旦那のお屋敷から縄付きを出したとあっちゃそのままじゃ済むめえ。互いに旦那には言葉に尽くせねえ恩を受けてる体だ。神はどんな証拠があったにしたところでおきっさんにおしらすの砂利をかませて笹野の旦那の破滅にはしたくねえ。分かったかい石原の。お願いだからその縄を解いておいらに渡してくれ。あのいたずら者やかどわかしの悪者は俺がきっと探し出しておめえの手柄にさしてやる。何を言いやがる。黙って聞いていりゃ悪者を縛って俺の手柄にさしてやる。若さのくせにしやがってなんていう口の利きようだ。はばかりながら石原のりすけはてめえよりは10年も前から知ってを預かってるんだぞ。帰れ、さっさと蹴りやがれ。尻尾を巻いて消えてなくならねえとただおかねえぞ。それじゃあ兄、これほどまでに頼んでもか。知れたことを言え。この女は近頃の大物だ。てめえなどに横取りされてたまるものか。聞き分けのねえ笹野の旦那のためだ。飛びつくよぼにお吉の生尻ぼひったくってせわしく時にかかると、何をしやがる。利助は年がいもなく平次へむしゃぶりつきます。兄、勘弁してくんな。体をひねった平次、よろめく利助の後ろから力任せに突き飛ばすと、ひとたまりもなく道端の堀の中へ、堀からの揚げしをアップアップとやる利助を尻目に、わびは後でする。兄、勘弁してくんな。お吉を促して元来た道へ、平次は飛ぶがごとく取って返します。第8章。平次が利助を追って駆け出した後、笹野新三郎は下総から帰ってきました。虫が知らせるというものか、妙に里心がついて帰ってきてみると、ちょうど下総の事業所へ急死を立てたばかりというところ、家の中は煮えくり返るような騒ぎです。お国や奉公人たちからいろいろ話を聞いて、驚きに驚きを重ねていると、先刻水天宮様からぼんやり帰ってきた勇吉が庭口からひょっくり顔を出して「旦那様、今思い出しましたが、水天宮様の水茶屋へおしずさんを誘い入れた男が分かりましたよ」妙なことを言い出します。なんだって今まで黙っていたんだ。誰だその男というのは。すっかり忘れていやした。その男というのは名前は分かりませんが、何でもお茶の水あたりの男で、家は知ってるか。行ってみたら大抵見当はつきましょう。よーし、それじゃあ案内しろ。新三郎は飛び立つを思い、旅しょぼ族のままかごぼにちょぼ呼んで、まっしぐらにお茶の水へ。昌平橋まで来ると、ここで降りて歩かなきゃなりません。かごで行ってはまずい。案内者の勇吉がとんでもないことを言い出します。仕方がないからかごを返して、勇吉を先に立てた新三郎、聖堂の前をだらだら登ってお茶の水の方へ。その頃は橋はありませんが、眺めの良いところで、数畳の断崖の上へお茶屋が2、3軒立ち並んでおります。余談に渡りますが、その後江戸名所図絵を描いた長谷川摂丹がここのお茶屋で風景を写生して謀反人と間違えられたなどという話の伝わっているところです。お茶屋といったところで道端に立った粗末な板屋根で、お茶の水の絶壁数畳の下から足場を組み上げて張り出した吉ずばりの涼しい別室が名物。昼はいくらか客もありますが、日が暮れるとさっさと店を閉まって、ばあさんと娘が菓子箱と紐線を背負い、大やかんをぶら下げて自分の家へ帰ってしまいます。もっともこの辺り一帯、聖堂の前から元町へかけては恐ろしく寂しいところ。明治になってからでさえ、松平何がしのカワハギ事件があったくらいですから、旧幕時代は追いはぎと辻斬りの本場と言ってもいいところだったのです。臆病者の勇吉がそこへスタスタと入っていったのですから、笹野新三郎も少し面食らいました。しかし一子慎太郎の生死にも関わる場合、贅沢を言っている時ではありません。勇吉の後について黙ってゆくと、三軒ある断崖の上の茶店の一番奥、久しい前から立ち腐れになっている家の表戸を開けて、ここでございますよ、旦那。勇吉は案内側に入って行きます。ここに慎太郎がいるというのか？確かにここにそういありません。明かりを用意してきますから、ちょいっとお待ちください。新三郎を中に誘い入れて、勇吉はそのまま外へ出てしまいました。しばらく待ったが帰ってきません。何分ひどい闇で、一寸先もわかりませんが、床板一枚の下は数十歩の絶壁ということだけは、はるかに聞こえる水音でわかります。はて、新三郎は立ち上がりました。愚直な勇吉を信じきってはいますが、なんとなく不安な心持ちになったのでしょう。立ち上がって戸口の方へ探り寄ろうとすると、床板の釘が抜けてきたものか、それとも落とし穴の仕掛けになっていたものか、足の下の板が一枚パッと跳ね返ると、はっ！新三郎の体は数十尺の下へ、支えるものもなく落ちてゆきます。第9章。とうとう落ち込みやがったか。どこからともなく闇の中の人声。火打ち石に釜の当たる音がすると、パッとろうそくが灯された。見るとそれは、今まで臆病者とばかり思い込ませていた若友の勇吉。妙に締まった鋭い顔をして、裸ろうそくを片手に、新三郎の落ち込んだ穴を覗きます。おーい、兄貴。勇吉か。はるかに下から応ずる声。野郎はどうなった？まだ落ちてこねえぞ。そんなことがあるものか。落ちてきさえすりゃ、ぼちゃんとかなんとか音がするだろう。万一船から岸へ這い上がるようなら、竹槍で芋刺しにするつもりで待っているが、一向音沙汰はねえぞ。はてな。勇吉は左手のろうそくを穴の中へ差し込むようにして下を覗きました。お、いるぞいるぞ。それ見ろ。床の下のたくましい針から垂れた握り太の麻縄。その中ほどのところにがんじがらめにして猿ぐつわをかませた慎太郎とおしずを吊るしてありますが、その縄の上から3分の1ほどのところにもう一人人間がぶら下がっているのです。言うまでもなく穴から落ちる弾みに運よく麻縄を探り当てた笹野新三郎を無我夢中でしがみつきましたが、体が落ちる勢いがついていたので両手の手のひらをひどくすりむいたために麻縄をつかむにはつかんだもののたぐって上がることができません。歯を食いしばって辛くも体を支えているうちに、上から差したろうそくの光で自分をこの九死の境に陥れたのは臆病者の勇吉だとは分かりましたが、下の船にいる相棒が分かりません。その顔を見るつもりで大骨折りで体をねじ曲げると、最初に目に映ったのは船の中のくせ者ではなくて自分の足の下、同じ麻縄に縛られて宙にぶら下がっているせがれ慎太郎とおしずの浅ましい姿です。あ、慎太郎、おしずもと言ったが、どうすることもできません。上野勇吉は早くもそれに気がついたか、旦那、気がつきなすったかい。親子衆従3人一緒に死ぬのも因縁事だ。かえって諦めがついてようがしょう。肉肉しくも歯をむきます。勇吉、お前は何だってこんなことをするんだ。随分目をかけて使ってやったはずだが、何の恨みでこんな非道なことをする。俺を恨むのはともかく、罪も咎もない慎太郎やお千津をこんな目に遭わせて済むと思うか。新三郎は血を吐く思い、時代に力の抜ける手にわずかに体を支えて悲憤のまなじりを裂きます。まだわからねえのか。今下の船にいる兄貴に貼り付け柱を背負わせて、そのガキを脅かしたり、鈴が森からさらし首を持ってきて窓の外にかけたな。みんな俺たちの深い恨みを思い知らせるためだったよ。血の巡りが悪いからおめえは気がつかなかったのが、何を隠そう俺たちはな、8号藩のイカサママスを使ったという罪で3年前に獄門になった米屋越後屋祐介夫婦の忘れがたみだよ。え？悪い番頭が勝手にそんなものをこしらえて、てめえの懐を肥やしていたのを何にも知らねえ俺たちの親父とおふくろが罪を背負わされ、イカサママスは罪が不敬というので、鈴が森で白髪首を並べてさらされたことはよもや忘れやしめえ。みんなおめえのしたことだよ。その上、聖女坊の憎しみが加わって、おふくろがへそくるでやらしていたこの茶店まで立ち腐れになり、俺たち2人は長い間食うや食わずの路頭に迷った上、仇が打ちてえばっかりにつてを求めて俺の弟がおめえのところへ奉公に上がったんだ。イカサママスをこせられた張本人の番頭はそれっきり行方知れず、俺たち兄弟の恨みは両親に縄を打ったおめえ与力笹野新三郎にかかるな。当たり前のこっちゃねえか。下にいるな、俺の兄貴の雄五郎だ。その縄を這い上がったって下へ飛び降りたって助けるこっちゃねえ。いつまで苦しませるのも殺生だ。この辺りで引導を渡してやろう。見ろ、兄貴、落としてやるよ。気をつけてくれ。よーし、心得た。宙に止めて竹槍で芋刺しだ。勇吉はどこから持ってきたか、脇差しを脱いで麻縄を切り始めました。3本より合わせた丈夫な縄へドキドキする刃を当てて、それ1本ぷつりと切ると、縄のより手が戻ってキリキリと3人の体は宙に回ります。第10章。もう1本。待て待て勇吉、お前の恨みは筋違いだが、今さらそれを言っても始まるまい。私は諦めて殺されもしようが、せがれとおしずには罪はないはずだ。私はこの手を離して下の川へ落ちるから、縄を切らずに後の2人を引き上げて助けてくれ。頼むよ勇吉。新三郎は下からわずかに支える体をのし上げて、必死の言葉を絞りますが、赤いろうそくのほかげにものすさまじく描き出された勇吉の顔の恨みは解けそうにもありません。どうしようなあ兄貴。どうもこうもね、俺たちは双子ややられたんだ。さっさと切ってしまえ。よーし。刃はまたもぷつりと第2本目の縄を切りました。あと1本だ。念仏でも唱えろ。坂本氏に毒々しい声。新太郎、おしず、気の毒だがお前たちも聞いての通りだ。諦めてくれ。一緒に死ぬんだぞ。と観念を決めた新三郎をうつむき加減に下へ言い送ります。いい覚悟だと勇吉が最後の1本へ、刃がなむはっ。その時遅く宙を飛んできたは1枚の銭。ふっ。勇吉の拳もはたとぶって、思わず脇差しの手が緩むところへ。待て待て。闇の中から銭形のページが飛び出しました。邪魔をしやがる。振り上げた脇差し、叩き落とされて上になり下になり、しばらく取っ組み合いましたが、平次の力ははるかに勝ったものと見えて、勇吉を取って押さえて猫の子の横につかみ上げると、どうともなれ。数十尺の下、夜のお茶の水の流れの中へ水ごと高く投げ込んでしまいました。平次が危機一髪のところへ駆けつけたのはこうしたわけでした。30間堀にリスケを叩き込んで8丁堀へ引っ返した平次、主人新三郎が勇吉に誘われて出かけたと聞くと、事件の秘密が鏡に映したようにはっきり分かってしまいました。おしずからいろいろの事情を聞かされた時、雇い人のうちに手引きのあることも、役向きのことで恨みを買ったらしいことをも直感してしまった平次は、それから3日経たないうちに独特の探索で奉公人の全部の身元を洗い上げ、ひし隠しに隠しているが、若友の勇吉が軽視した越後屋のせがれであったことも、お茶の水に立ち腐れになった茶店のあることも知り尽くしていたのです。勇吉がお茶の水あたりと言ったと聞いて、大方事件の落ち着きを察した平次は、籠と自分の足とを存分に働かせて危機一髪の場合に間に合ったのでした。新太郎やおしずと一緒に大骨折りで茶店の床へ引き上げられた新三郎は、勇吉兄弟を捕らえろと言うと、平次は暗い夜の水を眺めながら、多分死にましたよ。放っておきましょう。親が無実で死んだと思い込んでいるんですから、かわいそうじゃございませんか。それにあの兄弟は二度と再びあんな悪さをする気づけはありませんよ。とケロリとしております。野村古道作銭形平次捕物控えより、復讐記の姿。